はい、日本健康にする男、川崎亮太です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。昨日ですね、トドックにお願いをしようということでですね、お願いをしていったんですけども、たまに昔ですね、1ヶ月ぐらい前かな、1ヶ月ぐらい前にですね、テレビでこんなテレビをやってました。あれはですね、ニュース番組3チャンネルだったかな、 NHK のですねテレビ番組で何やってたかっていうとですね、できる主婦みたいな話をやっててですね、できる主婦はそうやってトドックみたいなのを使ってカット野菜を大量に買ってですね、それを時短ですね、カット野菜を使うことによって家事の時間を省けて、でもちゃんと、食事を作って自分で作って、子供に提供してる、いやー素晴らしい奥さんだねみたいな話ありました。時間を有効に使って子供にですね、ちゃんとした食べ物を食べさせてあげてる、栄養満点、素晴らしいねこの奥さんみたいなね話を NHK でやってたんですね。はい、もうですね、愚の骨頂です。愚の骨頂ですね。これは食べないシリーズ2番目、カット野菜です。カット野菜、いやー便利ですよね、カット野菜。私も本当に昔はよく使ってました、カット野菜。ちょっと焼きそばでも食うかみたいなね、ラーメンでも作るかみたいな、そんな時はやっぱり安くてですね、さらに切られてるんで、もう何の調理の仕様をしなくてもポーンってやってしまえば、できるってことでですね、カット野菜重宝してました。いや、いいもんだなって思いますし、今でもまあ便利なものだなとは思いますが、栄養を取れるとかですね、健康にいいとかっていう側面で言うと全くブーです。ブーっていうかですね、そんなことはないんですよっていうところを勉強しましたので、したことお話ししていこうと思いますが、カット野菜の作られ方っていうところをまず知ってほしいんですけども、まず疑問に思ってほしいことは、あれって長い時間かかっても黒くなったりしなしなになったり、なんか変な汁出したりってしないですよね。そういったこと、真っ黒のカット野菜袋って見たことありますか？ないと思うんですけど、あれ不思議じゃないですか。洗って、カットした野菜ってほっといたら、冷蔵庫にほっといたら黒くなりますよね。なんでならないのかなって考えていただきたくて、このカット野菜はですね、次亜塩素酸ナトリウムっていうところに、このプールがあるんですね。消毒プールです。次亜塩素酸ナトリウム、あんなパック詰めにしてですね、時間もかかっても流通させなきゃいけないので、菌であったりとか汚れっていうところ残ってたら大変ですし、もうすごくね、洗剤に使われているようなものです。次亜塩素酸ナトリウム、洗剤のプールに放り込んでいきます。カット野菜をポン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 放り込んで、もう菌をめっちゃ殺します。菌をめっちゃ殺して、そうすることで長持ちするようにするんですね。長持ちをするようにしていく、まあ色も変色しないように、見栄えが悪くならないようにってことを兼ねて、洗剤のプールにですね、野菜を突っ込んでいきます。そうなっていくと野菜はまあ綺麗な状態になっていきますが、野菜は、ビタミンとかはですね、水溶性って言われるもの、水に溶けてしまうものなので流れちゃうんですね。野菜の栄養素、ビタミン、ミネラルっていうところはほとんどですね、なくなってしまうのがこのカット野菜の困ったところですね。困ったところ、これ、まあ、さらにこの次亜塩素酸ナトリウムっていうところも大量にボーンと入ってますので、まあ洗剤飲みますかっていう話です。あなた洗剤飲むんですかっていうお話が、このカット野菜のところですね、言えるかなっていうふうに思います。まあ私洗剤ガブガブ飲みますよって人は別にいいと思うんですけども、そういったことが怖い人、まあちょっと避けたいなっていう人とか、まあ栄養を取るために野菜を食べてるんですっていう人は、カット野菜とっても無駄です。そしてマイナス、逆にマイナスになってしまうので、もう野菜ぐらいですね、生のものを買ってきて
包丁使わなくても食べれますよね。キュウリなんてバキって折ればいいし、キャベツなんて手でバキバキ折ればいいじゃないですか。ハサミで、キッチンバサミで切れば野菜なんて調理できますので、もしですね、野菜もしっかりとって健康的になっていきたいって人は、こんなカット野菜なんて買わずにですね、ちゃんと生の新鮮なものっていうところをしっかりとって、買っていくこと、そうすることで必要なビタミン、ミネラル、あとは栄養素、酵素っていうところも、取り入れることができますので、そんな形でカット野菜っていうものは私は食べませんっていうことです。私は食べませんっていうことですね。まあ別に、その、なんでしょうね、健康になってる気がするっていう気分を味わいたい人は、ご自由に召し上がっていただければと思いますが、本当に、ちゃんとした栄養素、ビタミン、ミネラルを補給して、健康になりたいんだっていう人は、このカット野菜っていうところは、おすすめできませんっていうところでした。はい。ただこれもですね、ジアイソ酸ナトリウムのプールに使って、そんな生産者クソだなっていう話ではなくて、見栄えが悪くなくて長持ちするような野菜を選んでる我々消費者に問題があるんですね。我々がそういったものを選ばずに、ちゃんと生のもの、汚れてても、多少ひん曲がってても、そういったものをしっかりチョイスできるような人間であれば、生産者はあ、そんなことしなくていいんだっていうふうになりますので、ちゃんと消費者の、考え方っていうところもしっかり身につけていただくといいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。まあ、なんかちょっと話がごちゃごちゃしましたけども、とりあえず私はカット野菜は別に食べませんってことですね。はい。ぜひ参考にしていただければと思います。次回の動画もお楽しみにしていてください。本日の話いいなと思ったらチャンネル登録のボタンありますし、下にホームページのリンク貼ってますので、わからないことあればご連絡ください。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。